スル、ポーンとヒーランドの時に煽った時にエンジンのレスポンスが全然違いますね。津波の音もですね、シフトアップした後の、エンジンのつながり感、非常にいいです。5000回転ぐらいからのエンジンの突きというか、突きと、トルク感ですね。5000回転、4500回転ぐらいからも十分、車を持ってて、なんか気のせいか、心持ち前よりエンジン軽いですね。この4000回転以下も、音も実際あのアクセル踏んだ時も、最初よりもちょっと軽さが増したような気がします。足回りの構成も格段に向上しています。グリップ高いですね。ステアリングの応答性も非常に、高いです。マイナチンで何が変わったんだろうと思いましたが、だいぶ変わってます。フロントの接地感が全然違う。リアの剛性が上がってるんでしょうね。もう動き出した時のこのフロントの接地感から結果域のコントロール性まで、かなり、GLMA のテイストが入ってますね。今回、マイナーチェンジ前は VSC スポーツという呼び方をしてましたけども、今回ですね、トラックモードと、VSC オンとオフの間ですね、中間、海流の敷地を上げたトラックモードというのができましたので、それをちょっと試してみたいと思います。これ VSC に関しては86GRMN よりはるかに制御がいいですね。またこうガッガッガッっていう断突的な、介入がなくて、すごく自然にですね、ドライバーをいい意味でこう気持ちよく騙してくれると言いますか、唐突の制御が全くないですね。制御が入った状態での走行なんですけども、かなり高いところでギリギリまで、制御のコントロールを抑えているので、この辺もこのようにカウンターステアを当てる楽しみを残しつつ安全な制御になっています。今制御を完全にオフにしてみました。ある程度、素の状態での車のバランスが出てくると思います。通常制御なしの状態ですと、やや高速旋回の時にオーバーステア傾向が出たんですけど、非常にリアの粘りが上がってて、外輪も内輪の接地感も高くなります。